さあ、それでは参ります。レディーゴー。まずは1投目、これは刺さってしまった。さあ、続いて2投目、これはどうでしょう。ナイスタッチ。さあ、ポイント。さあ、どうだ、これは見てるか、見てないか。さあ、ラスト1投。これはどうだ、前に出てくることがないか。ナンバー6番高いルートはどこまで。ドネット3ポイントを持っての高いルートチャレンジとなりました。さあ、それではディスタンスボール。それではまいります。レディーゴー。さあ、ナイスローダウン。さあ、もうちょっと欲しい。さあ、スモールとは思えないこの走り。さあ、6ポイントゾーンまで行っておりました。これもいけそうだ。マジか、惜しい。ナイス。さあ、こちらが30秒。さあ、残り2投はいけそうです。さあ、次が3投目。どうだ、これは。ノーク。ちょっと低いとこまで言ってますんで、ちょっと高いです。さあ、ラスト1投。そうなんですよ、これです。小丸が待っていたのはこれです。あれノーキャッチ。エントリーナンバー6番、高い鉄腕と小丸チーム。セカンドヒートは押し込んでるポイントという分、今度は3ポイントで終了でした。お疲れ様でした。さあ、続いてはエントリーナンバー7番、ファンタスティックスのチーム。聞いてください。さあ、こちらのチームで実際のボールも